野田義晴は、日本の芸能プロモーターで、芸能事務所、サンズエンタテインメントの会長。トラフィックジャパンの代表取締役社長を兼任する。日本の実業家でもある。元イエローキャブの代表取締役社長。元渡辺プロダクション社員。1946年、富山県富山市に生まれる。幼少の頃は、海上自衛官である父の仕事の都合で、 京都府舞鶴市などに住み、11歳からは広島県呉市で育った。広島県立呉工業高等学校卒業。学生時代は主にスポーツと喧嘩に明け暮れる日々を送り、広島市内まで仲間と喧嘩に繰り出したという。高橋秀樹に憧れて俳優を志望し、広島から上京して俳優座の研究生となる。東京新宿区下落合の劇団の稽古場に、 通いながら、埼玉県の鋳物工場、新聞の配送、ジャズ喫茶、広報クラブの支配人などをする。この店で、グループサウンズのブッキングやマネジメントをやり始めたのが、芸能界と関わるきっかけ。なお、俳優の道を断念したのは、劇団サイドから声がこもるとの批判があったからだという。1965年に、大和企画入社、渡辺プロ時代に、 石田歩美みのマネージャーを務めた。石田は芸能界では月人泣かせの芸能人として有名であった。野田自身も何度も辞めようと思ったが、この世界の礼儀、気配りから態度まで、それこそ1から10までを教わったといい、今では石田を心から尊敬している。また、朝岡幸きや夏木まりのマネージャーも務めた。朝岡についてはお姫様だったが、 仕事になるとプロだったと改装している。1980年頃、黒沢プロモーション入社。遊び仲間3人で、個人事務所イエローキャブを設立。1988年、有限会社イエローキャブに法人化し、代表取締役に就任。1993年、有限会社サンズを設立し、代表取締役に就任。1996年、 有限会社イエローキャブを株式会社に改装。2002年6月、トラフィックジャパンを設立し、代表取締役に就任。2004年1月、株式会社イエローキャブの株式3分の2を保有する、株式会社スタッフ東京の出席なしに、株式会社イエローキャブの臨時株主総会を開き、野田本人や所属タレントの雛形が子 山田マリアなどに計400株の新株の発行を決定。しかし、スタッフ、東京側は、新株発行は無効であるとして、東京地方裁判所に、新株発行無効確認訴訟を提訴。同年10月4日、発行した株式に対して、手続きに重大な欠陥がある株主総会は無効として、発行を認めない判決が下された。このため、 同年12月に株式会社イエローキャブの代表取締役社長を辞任し、有限会社サンズでマネジメント事業を行うようになる。これに伴い、一部の所属タレントが有限会社サンズに移籍した。空手馬鹿一代をもじり、巨乳馬鹿一代を自称する。古くは、堀江忍に始まり、加藤玲子、細川文江、雛形昭子、山田真りや、小池英子、 佐藤恵里子、メグミラといった数々の人気巨乳タレントを売り出し、1990年前後から起きた巨乳ブームのきっかけを作った。巨乳路線は、1980年代後半に起きた出版業界の男性誌や情報誌の創刊ラッシュの時、少年マガジンの編集者とたまたま意気統合して、堀江忍のグラビアを数十ページ組ませてもらい、 これが評判を呼んだことが始まりだという。当時はまだ漫画雑誌の表紙に水着姿の女の子を使うという発想はない時代であった。クイックジャパンのボリューム68グラビアアイドル特集の対談記事では今は何が受けるかわからない。世の中が難しい時代になってきて特にグラビアはうちの瀬戸先以降は俺はもうわからない。だから無難なところをやってると語り。 セットや小林恵美、小島くるみ等スリムで美形なタレントを売り出している。また、関西を中心に活動していたニューハーフタレントの春な愛を本格的に芸能界に送り込んだ。毎日新人の面接をこなし、売り出すタレントはすべて自らの面接で合格したもののみ、自身の直感だけで決めるという。新人タレントの胸を、張りや形を確かめるため、水着や、 服の上から胸を触る、としている。野田が理想とする、グラビアアイドルの体型は、B90W60H90 で、曰く、マリリン・モンローのような体型である。また、グラビアアイドルの条件として、いかに抜かせるか、いかに立たせるか、とての良さを上げている。人気が出たら、服を着せてゆくという手法を構築したが、他の事務所の監修と異なり、 グラビアアイドル卒業宣言は行わないというのが独自の方針である。所属タレントの礼儀や規律などに関しては大変厳しい。また、世間的に無名なタレントなどがスキャンダルを利用して自身の知名度を意図的に上げようとする行為に関しては否定的な考えを持っている。私立の強制以外の整形手術などは所属タレントに許さないばかりか、写真集やグラビアでは 画像処理ソフトでの写真修正を認めていない。その一方で、巨乳デブスの方が良い、男を立たせて、難母などの持論も展開している。後にスフィアリーグへと発展する、芸能人女子フットサルには、カレッツァを率いて、創世記から参加。芸能界で欠かせない礼儀や規律を養わせる、一環として、所属タレントを参加させている。 またひな型のレギュラー番組であるめちゃにイけてる。では、野田の写真とグラビアアイドルの体を合成した、いわゆるアイコラ写真を作られてシャツにされたことがある。この際も番組側はテロップで、本人は至って真面目な人ですとの名が誤解されないお断りを入れていた。短期であり、仕事に関しては妥協を一切許さないとされ。 所属タレントの瀬戸先が西川隆則と交際していたことを知った時には瀬戸を一括し西川との交際を断固反対した。一方でドラゴンアッシュの古谷健二と恵美との交際に関しては認める姿勢をとっている。後に仕事がある程度うまくいっていれば良いと弁明しており瀬戸に一括したのは瀬戸がまだまだのタレントだからと主張している。 小池栄子の法教手術疑惑が紛失した際には、自らワイドショーに出演し疑惑を否定した。三度の飯よりもタバコが大好きである。一方、アルコールは、一切たしなまず、主席では牛乳を注文する。マルチメディアプロジェクト、ティーター第2弾、野田義春の巨乳道、ハット ABC 第78回株式、ガイシャサンズエンタテインメント野田義春に、ザ・グレイテストパーソン。 S, S バイブレーション、連載第20回、野田義春、ドカント6一点突破、スピークーとハット、新、巨乳馬カ一大アイドル帝国を築き上げた、野田義春の手腕と男気、元橋信弘著。アイラ、2020年8月8日閲覧。連載、好きが高じて、わらしべ社長ボリューム8グラビアアイドルの、父親野田社長の巨乳ビジネス一大記。月刊チャージャー。 2012年1月24日閲覧。連載、好きが講じて、わらしべ社長ボリューム8グラビアアイドルの、父親野田社長の巨乳ビジネス一代記月刊チャージャー。2013年12月6日閲覧。野田義春氏、堀江忍との破天荒な二人三脚。小学館。 https://www.news-postseven.com スラッシュアーカイブスラッシュ2 0 1 6 1 1 3 0 4 7 2 3 0 h t m l 2 0 1 8年6月25日閲覧朝岡幸治さんを元真似野田義春氏が痛むお姫様でも仕事になるとプロデイリースポーツ h t t p s w w w d a i l y c o j p g スラッシュ2 0 1 8 0 5 2 1 0 0 1 2 7 6 6 6 3 h t m l 2 0 1 8年6月25日閲覧。ab 連載好きが講じてわらしべ社長ボリューム八8グラビアアイドルの父親野田社長の巨乳ビジネス一代記 月刊チャージャー。2013年12月6日閲覧。AB、巨乳をビジネスにした男、野田義春の流儀より、マリリンモンドー生誕80周年に寄せて、野田義春社長の巨乳ビジネスが論、2013年12月5日閲覧。ティーター。ありがとうございます。